では、令和3年10月7日22時41分ごろの千葉県北西部の地震について、ご説明いたします。まず防災上の留意事項でございます。この地震による津波の心配はありません。揺れの強かった地域では落石や崖崩れなどの危険性が高まっていますので、今後の地震活動に十分注意してください。また都市部で発生した地震でございますので、エレベーターの停止あるいはコンクリの落下等に注意してください。過去の事例では大地震発生から1週間程度の間に同程度の地震が発生した事例が 1、2割あることから、揺れの強かった地域では地震発生後1週間程度最大震度5強程度の地震に注意してください。特に地震発生後2日から3日程度は規模の大きな地震が発生することが多くあります。では地震の概要について説明いたします。検知時刻は10月7日昨日22時41分、発生時刻は10月7日22時41分、マグニチュードは 5.9、 これは暫定値でございます。速報値の 6.1 から更新しております。場所および深さ、千葉県北西部、深さ5キロメートル、暫定値です。速報値の約80キロメートルから更新しております。発震機構は東西方向に圧力軸を持つ逆断層型、震度は最大震度5強を埼玉県川口市、宮代町、東京都足立区、合計3つの市区町村で最大震度5強を観測したほか、東北地方から近畿地方にかけて震度5弱から1を観測しております。地震活動の状況ですが、今回の地震発生後、8日0時15分現在、震度1以上を観測した地震が、1回発生しています。震度1です。長周期地震動の観測状況ですが、千葉県北西部、東京都23区では長周期地震動階級2を観測しております。これらの地域の高層ビル、高層階等では物につかまらないと歩くことが難しい、棚にある食器、書棚から 本が落ちることがあるなど、大きな揺れになった可能性があります。緊急地震速報の発表状況ですが、この地震に対し地震発見地から 3.7 秒後の22時41分 38.5 秒に緊急地震速報の警報を発表しております。では、資料の説明をいたします。まず震度の観測状況です。これは若干広い場所、広い地域を示しておりますが、この関東地域、東京、千葉、埼玉周辺を拡大したものが下でございます。震度5強が、この3地点、その周辺に震度5弱あるいは震度4の地域が広がっていることが分かります。次お願いします。これは、その震度計がないところも、保管する形で、震度を推計した、ものです。黄色で示したのが、黄色とか、オレンジで示したものが震度4とか震度5をし強弱を示しているものですが、大体このぐらいの、広がりでですね、震度4が観測されております。次お願いします。これは地震の発生した、発震機構を示しておりますけれども、東西方向に圧力軸を持つ、逆断層、の、地震、断層のずれが発生して、今回の地震になったものと思われます。次お願いします。これは、地震の、発生状況です。これは自動震源も入っておりますので、傾向を見ていただきたいんですが、それから速報値で書いてありますので、これは 6.1 で、示しておりますが、この、22時41分の地震が起こってから、その後に地震活動が、いわゆる余震という地震活動があることが分かります。次お願いします。これは、地震の発生した、場所周辺のこれまでの地震活動を示したものです。若干灰色で示してあるのが過去に起こった地震です。今回は、太平洋プレートが沈み込む、場所で、地震が発生しております。
この、楕円のところの領域内で起こった地震活動が5年分書いてございますが、まあ、地震活動結構起こっている場所でございます。次お願いします。それ以前も含めてですね、今回の地震周辺の過去の主な地震活動を示してあります。一番右側が2021年で、一番左が1890年ですけれども、このようにマグニチュード6を超えるような地震がまあ、たびたび発生している場所でございます。次お願いします。これは、今回の地震で長周期地震動を観測した場所です。青が長周期地震動階級1、それから黄色が、長周期地震動階級の2でございまして、先ほどお話した通り、千葉県の北西部と東京都23区で、長周期地震動階級2が、観測されています。では次お願いします。これは緊急地震速報の内容でございます。一番最初に地震が検知されてから 3.7 秒後に緊急地震速報の予報を出しておりますが、この時すでに基準を超えておりましたので、警報も同時に発表しております。全部で、19報、出ていることになります。次のページお願いします。もう1枚めくって、2枚めくってください。はい、これは、この、星印のところが震を示しておりまして、これは、緊急地震速報の警報が出てから、猶予時間がどの程度あったかを示す図です。一番内側の円が、5秒、猶予時間が5秒、それから、その周辺が10秒、15秒というふうに、同心円の丸になっております。以上で資料の説明は終わります。ご質問どうぞ。ありがとうございました。では幹事社から1点ちょっと質問させていただきたいんですが、今日の地震というのは本震と考えていいんでしょうか。つまり熊本地震の時のように、これが例えば前震であって、この後さらに大きな地震が来るという可能性は、考えておいた方がよろしいんでしょうか。ですね、本震とか前震とか余震とかって言葉があるんですけれども、それは全体の活動が終わってから、話す使う用語でございますので、これが本震か前震かというのは今の段階では分かりません。ですので過去の、活動から見るとですね、大体、表紙にも書いてある通りですね、1週間程度の間に同程度の地震が、の揺れを発生させる地震が起こる割合が 1,2 割あることから、しばらくの間、同程度の揺れに注意してくださいという呼びかけ方をしております。分かりました。ありがとうございます。では各社さんどうぞ。すみません、 NHK です。冒頭にも触れられましたとおり、今回都市部で発生した地震で、エレベーターの停止、コンクリートの落下とか、停電、水道管の破裂なども起きているようですけれども、改めてこの都市部の地震のリスクをについてちょっと抑えて注意点を教えてください。はい、都市部にはですね、皆さんご存知の通り、高層ビル、あるいは高層ビルでなくてもですね、さまざまな年代に建てられたビル、建物、あるいは建築物等ございますので、そこから、落ちてくるような、コンクリート片、あるいは、ひょっとするとなんか置いてある、ベランダに置いてあるような置物があったりするので、そういうものの落下、それから、エレベーターの突然の停止とかですね、今水道管の、問題とかも聞きましたけど、要するにそういう都市部特有の、災害ということに、ご留意いただければと思います。日本経済新聞の矢野と申します。震源直上が震度5弱で、少し離れたところ川口、宮代、足立で5強を観測しているということなんですが、はい、その現象、はい、揺れの伝わり方についてご説明をお願いします。はい、これはですね、特別な、地震が何かの仕組みで起こったというよりは、地盤がやはり昔の川沿いだったとか、少し周囲に比べて柔らかいような場所で、震度が大きめに出ているものだと思います。そうでなければだいたい震温付近が一番強く揺れて、その周辺に従って、弱くなっていくというのが、通常でございますので、おそらくそういうことだと思います。読売新聞の村上と申します。
今回の震源なんですけれども、太平洋プレートとフィリピン海プレートの境界付近なのかなと思うんですけれども、どちらかのプレートの内部でしたり、もしくは今のところそのどちら、その双方のその境界付近と見ているでしたり、その震源の場所 の、 ご見解についてお伺いしたいと思います。はい、今後まあ精査すると微妙にまた変わるかもしれませんけど、今のところは、フィリピン海プレートとそれから太平洋プレートの境界付近で起こっているものだというふうに、考えております。テレビ朝日の川崎です。よろしくお願いします。地震が起きた時間がですね、遅い、今も会見この時間にやってるわけですけれども、市民の方とてもどういうふうに備えて寝ればいいとかですね、不安だと思うんですが、そのあたり教えていただきたいと思います。はい、ですね、これは今回の地震が起こったからではなくて、日頃から、用心してほしいんですけど、例えば寝る、お休みになる場所とかではですね、落ちやすいものとかですね、倒れやすい、家具とかは、周辺に置かないように、あるいは置いてあったらそれを固定していただくとかっていう工夫を、これは地震が起き、今回起きようが起きまいが、日頃からそういうことには気をつけておいていただきたいと。特に、これからしばらく、注意しなきゃいけないという時、間はですね、用心していただきたいというふうに思います。今できることっていうのは何かありますか？その固定とかは何か買わなきゃいけなかったりすると思うんですけども、そういうなんか倒れてきて夜お休みになってる時に下敷きになってしまうようなものが周辺にあるような場合には、そういう場所じゃお休みにならない方がいいと思います。すみません、読売新聞の蛭川と申します。先ほどその、夜間に起きた地震ということ で明日の朝起きてからまた状況分かってくると思うんですが、その朝起きた時点、起きてからその、例えばコンクリートが壊れやすくなっているとかですね、改めてその辺の朝明るくなってからの注意点などあれば教えてください。明るくなったらその被害状況は分かると思うんですけども、明るくなったら注意するということは、あまりないかなと思うんですが、例えばその、ブロック塀が壊れやすくなっているですとか、そういうような、瓦が落ちやすくなっているですとか、そういうところもあると思うんですが、そういう場所には近づかないということをお願いしたいと思います。分かりました。あとすみません、もう一点、その今回地震がマグニチュード 5.9 ということなんですが、この地域としては想定されるところはこの7クラスも想定するというような理解でよろしいんですか？もちろんその想定というか、この首都の、周辺で想定されている地震というのはありますけれども、今回 5.9 ということで少し小さめの地震であったかというふうに思います。朝日新聞の吉澤と申します。緊急地震速報の、発表についてなんですけれども、ちょっと速報あってから、揺れまでの、リードタイムについて、解説をお願いします。はい、今回はですね、緊急地震速報というのはその、仕組み原理的にですね、P 波を感じてそれを検出してそれを、解析をして情報を出すものですから、震源の真上に近いところでは、揺れの方が先に来るということが多いんですけれども、今回の地震は若干深かったので、S 波の強い揺れが来る以前に、情報が出ているというふうに、考えております。という意味合いでは今回は、緊急地震速報としての、役割は一定果たしたという形でお考えでしょうか？はい、原理的に何部分も含めて、今回は、強い揺れの前には、発表されていたというふうに理解しております。あとすみません、かなりちょっと漠然とした質問かもしれませんけれども、最近だいぶ、地震が各地で、先日も青森県階上町で震度5強を観測する地震ありましたけれども、だいぶ多いように、感じています。何かこう考えられる要因等ございますでしょうか？
今のところ私が今答えられることはございません。日本は大変地震が多くございますので、その中で、起こっているものだというふうに理解しています。毎日新聞の岡田と申します。今回マグニチュード 5.9 でしたけれども、先ほど少し言及ありました想定されているその首都直下地震との関連というのはどういうふうにお考えでしょうか。想定されている内閣府さんの方で、想定されている首都直下地震というのは、もう少し浅い地震でかつ大きな地震でございますので、今回はそれよりは深い地震で、規模も少し小さかったというふうに考えております。テレビ東京の久保田と申します。2005年の7月にあった地震、はい、あれ大変大きな地震、私も体験して覚えてるんですけど、ほぼ同じところで起きてますよね、はい、ここは特に東京湾の沿岸のこのぐらいの深さのところではやっぱり地震が起こりやすい癖のある場所なんでしょうか。図を出していただいてよろしいですか。ここに若干ちょっと小さくて見えにくくて恐縮なんですけれども、ここに今回起こった地震が こちらに丸で書かれていまして、その今お話になった2005年の7月23日の、地震もここに書いてありまして、ほぼに近い場所にで発生しているというふうに考えています。で前回はですね、73キロでマグニチュード 6.0、 それから今回が75キロでマグニチュード 5.9 でございますから、おおよそ同じ程度の地震が同じような場所で起こったというふうにお考えになっていただいて結構だと思います。一続きのもののなんか割れ残りが今回その15年ぐらい経ってまたずるっと滑ったという感じなんでしょうか。いや、すみません、そこまではちょっと似たような場所で起こっている以上のことは分かりません。はい、ありがとうございます。すみません、テレビ朝日の川崎です。23区内で、震度5強の揺れが、いつ以来ということを教えてください。少々お待ちください。東日本大震災、と関連、東京都で震度5強以上観測したのは2015年の5月30日に、小笠原諸島西方沖の、若干深い地震で5強が観測されています。すみません、23区だったと。23区、失礼いたしました。23区ですと、おそらく、東北地方太平洋沖地震だと思います。すみません、ちょっと確認をいたしますが、はい、後ほど確認いたします。申し訳ございません。すみません、日本テレビの牧雄と申します。配布資料の最後のページについてます。震源付近で想定されている海溝型地震についてなんですが、今回との地震の、関連だったりも含めてありましたらご説明をお願いいたします。今回 の、 その、地震は、関連今回の地震が起きたから次がどういうとか、これはどういう地震と関連するかということはまだわからないことですので、これとの関連と言われると、今のところわからないということになります。先ほどから繰り返しになりますけど、ここで想定されている、海溝型地震というのは若干その 6.8 とか 6.7 とかという地震、あるいは 7.0 とかということで想定しておりますので、それよりはちょっと小さかったということは分かっておりますけれども。それで、一番資料の後ろにこれをつけられた意図といいますか、何か必要なご説明がありましたらよろしくお願いいたします。ここ関東というところは非常にこう地震が多い場所でございまして、今回の場所に限らずですね、地震の発生する場所があるので、日頃から気をつけていただきたいということです。
読売新聞の村上です。何度もすいません。今回の地震周辺の過去の主な地震活動のページにあります。過去の主な地震のところで1894年の地震から、5例を抽出されて、それを色に分けて例示されていると思うんですけれども、その近傍で似たようなマグニチュードの地震もあるようですけれども、この5例を抽出された理由についてちょっとお伺いしたいと思うんですけれども。これはこの枠内で起こっているものを自動で取り上げていますよね。そうですね、これちょっと急いで作るために自動で選んでいるものですので、枠内で発生して、一定の規模があったものみたいな、はい、そうですそうです、はい、そうお考えになってください。わかりました、ありがとうございます。何度もすみません、日経の矢野と申します。今出していただいた資料の1ページ前のところで伺いたいんですが、今回の地震の深さのところですね、丸、楕円の丸、左下の表で、楕円の丸をつけていただいているところあると思うんですが、ここの領域の中で想定される大きい、エネルギーの地震というのはどれぐらいの規模が想定されているでしょうか。そういう想定があるのでしょうか。それはないと思います。それはいろんなサイズが起きますので、ここで必ずこのぐらいの地震が起きるとか、この例えばこのぐらいの大きさまでの地震が起きる場所とかっていうことはございませんので、それはわからないというのが答えです。そうするとその想定されるその、M6 以上の大きい地震というのはこの辺り どの深さで起きるというのは分かっていなくて、地理的な領域では分かっているけれども、延直の深さでは分かっていないということでいいでしょうか。それはですね、ある程度分かっておりまして、例えば一番最後のページで言います と、相模トラフ沿いの地震とかプレートの沈み込みに伴う地震とかっていうことを記述してございますので、深さは沈み込んだ場所の、深さを想定しているということになります。そうすると今回、揺れた場所75キロ暫定75というところは、どれぐらいのそもそも想定があったところというふうに理解されていますか。想定というのは被害の想定ですので、大きな ある一定規模の地震を想定してどのぐらいの被害が出るかとかということを想定しているので、今回の 6.1 を想定していたかといえば、それはいろんなサイズの地震が起きることは、起きるというふうに我々は考えています。わかりました、ありがとうございます、はい、何かありますか。よろしいですか。先ほど、23区内で震度5強を観測したのはいつ以来かということでした。2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震以来となります。ありがとうございます。お疲れ様です。フジテレビ長坂ですが、長周期地震動階級2を23区でも今回計測してますけれども、観測してますけれども、ある程度高層マンションに住んでいる方は相当揺れた、怖かったんじゃないかという懸念をしているんですが、そのあたり都市部ならではというような話もありましたが、改めて今後の続く地震についてもですね、まだまだ気が抜けないと思いますので、そのあたりの注意点をありましたらお願いします。はい、冒頭お話しした通りですね、今後1週間程度同程度の揺れをもたらすような地震が起きることは、1、2割と過去の事例の中の1、2割と言いながら、ある過去の事例がございますので、今日と同じような地震があったときでも、大丈夫なようにですね、暗いですし、夜ですので、明るくなってからでも構いませんので、日頃のその地震への備えをもう一度見直していただいて、先ほどのお話じゃありませんけど、家具の固定とか、転がりやすいものが上にあったら下に下ろしておいていただくとか、そういうことをやっていただければと思います。特に先ほどお話になった高層ビルとかっていうのは、地表のその揺れが、例えば震度が4とか5であっても、もっとゆっくり大きく揺れるということがありますので、それが長周期地震動
に関するその情報ですので、情報を出すゆえんですので、お気をつけていただきたいと思います。ありがとうございます。たびたびすみません、日本テレビの牧野と申します。この千葉県北西部の特に深いところ、専門家によっては地震の巣だと、それほど地震が多い場所だというふうに、いう専門家もいますが、実際過去にも、それほど多くの地震が観測されているという認識でいらっしゃいますでしょうか。はい、それは先ほど、ご覧に入れましたこの図で、というとですね、少し丸というか点というか、丸ですね、それがちょっと打たれた場所であまりに重なってこう灰色に見えちゃってる場所がいくつかございますけど、こういう場所は比較的その地震が多く起こっている場所でございますので、こういうところで、地震というのは起きると、考えていただいて結構です。すみません、今回緊急地震速報の発表がESA 到達より早かったということですけれども、今後起こりうる地震が、それを早まってくる可能性はないのかというところと、あとは直下型の地震ですので、改めて直下型の地震に対する備えというか注意点を教えてください。最初の質問もう一度お願いします。緊急地震速報が、今回ESA 到達よりも発表が早かったということですけれども、はい、この遅れちゃう場合というか、その直下型地震の怖さというか、そこの注意点を教えてください。はい、ちょっと難しい質問ですけれども、緊急地震速報は先ほどもお話しましたけど、原理的に P 波を観測してそれを処理して、S 波、というその、強い揺れを予測して発表するものですから、ということは浅い地震になればなるほど、もうすでに揺れているというのが、原理的にそれはやむを得ないことなんですね。ですので、揺れは突然襲ってくる可能性もございますので、日頃から、特に関東地方というところは、地震が多いところでございますので、日頃から、突然の揺れがあっても慌てないようにご留意いただければというふうに思います。時事通信の渡辺と申します。よろしくお願いします。先ほど発生場所の詳細の地図のところでですね、発生場所の点が多くて、一帯が灰色のようになってしまっているところも見受けられるかという話がありましたが、こういった場所ではその地中ではどういう構造になっているからこういう集中している場所が起きているのか、そのどういうメカニズムが考えられるかというのが、もし分かれば教えていただきたいんですが。申し訳ございませんが、今私がメーカーに答えられる理由は分かりません。分かりました、ありがとうございます。たびたびすみません。過去の地震でも結構75キロとかこの辺の深さで広範囲に揺れが観測されて、今回もかなり広範囲に観測されているんですが、それはやっぱり深さゆえんということでしょうか。何か分かることがあれば。そうですね、一般的に深い地震は、減衰ということからすると、そうですね、もちろんその浅い地震よりはその広がり方というのはちょっと違うので、触りますけれども、マグニチュード 6近くになってくると、結構広い範囲で揺れると思った方が良いと思います。ありがとうございます。予選テレビ東京です。もう一回だけ、震度5強が3箇所一応計測されて、これ計測震度って分かりますか。はい、分かります。1箇所確か、川口が 5.1 だったと思いますね。他が 5.0 ですね。はい、そうです。失礼しました、申し訳ございません。足立区が 5.1 で、川口市と、宮代町が、5.0 です。はい、分かりました、ありがとうございます。